君たちはキルポイントに誘い込まれたんだ。奴らは強い者と戦うことで情報を吸収し模倣する。そしてより強力に進化する。まるで悪性のウイルスのように。ごめん、なんだか急にリコの声が聞きたくなっちゃって。どうしたの？仕事で何かあった？別に。その時僕は迷っていたのかもしれない。自分がいた場所に帰りさえすれば全て元通りになると信じていたから。でも本当は。ターゲットはトンネル内に潜伏しています。人的被害はすでに数名出ている模様ですね。だったらなぜ出動命令がかからないんですか？奴らは今一つになろうとしている。より強力なビーストとして進化するためにね。あの紹介がまだでしたね。キラサワユー、作戦参謀です。顧問隊員だよね。はい。こんな少年が上官で驚いた。すでにミッションエリア周囲3キロの封鎖は完了。さらに移動中の47のターゲットを監視下に置いています。奴らは約1時間で全てがトンネル内に集結します。そこを新型チェスターを含むフォーメーションで確実に殲滅します。しかし新型のガンマはまだ最終整備中だと。問題ありません。20分後には発進準備が整うでしょう。オペレーションプログラムの説明は5分後に。では後ほど。あ、プログラムさ、イラストレーターは別の場所にいるからね。イラストレーター？理由はわからないけど、誰もが彼をそう呼ぶ。予知能力者って噂もあるけどね。え？ビーストの出現をあらかじめ感じ取る力があるとか。ビーストを感じ取る力か。逃げろ。え？早くしろ、囲まれるぞ。奴の体液は起爆性が高い。つまり火薬庫と同じです。巨大ビーストが潜伏するトンネルの両サイドからチェスター、ベータとガンマーによる同時攻撃を仕掛けてください。搭乗者は？ベータに和倉隊長と石堀隊員、新型機ガンマーは西条副隊長がパイロット、
平木隊員がガンナーでお願いします。イエイ。あの、ご心配なく、顧問隊員には最後の保険を。最後の保険？トンネルから約10キロの位置に市街地があり、ターゲットには飛翔能力がある。チェストアルファに登場、万が一ターゲットが全ての攻撃をかいくぐった場合、水際で街を守ってください。はい。今度こそ確実にお願いします。またあの巨人が現れるとは限りませんから。隊長。何？あの男のことどうして上に報告しなかったんですか？彼が僕たちのピンチを救ってくれたからですか？だから報告を。感謝して報告を控えたとでも言いたいわけ？違うんですか？やつは人間じゃない、ビーストなの。報告しなかったのは、次に会った時私自身の手で殺すためよ。すでにご存知の通り、ここ数ヶ月状況に微妙な変化を生じています。例の銀色の巨人、トップシークレット扱いだそうですね。正直敵か味方かすら判断できない。巨人が事件に関与することで、あなた方の職務にも少なからず影響が及ぶと懸念されます。ご心配なく、今まで通り完璧に処理します。それが私たちの仕事ですから。時間だ。さて、あの巨人また現れるかな。こちらはクラ、各機状況を報告せよ。こちら開き、作戦ポイントで待機、ノープロブレム。今度こそ仕留めてやる。こちら顧問、最終防衛ポイントで待機、問題なし。前方トンネル内にターゲット確認。了解しました。攻撃レベル A3MAX、 作戦スタート。チェスターベータ発射。
チェスターガンマ発射。なんだ今の音は。ターゲット健在。まさか。熱源上昇、回避。どうして体内の可燃性ガスを火球として発射したのか。奴は我々の攻撃を学習し戦闘能力を進化させたんだ。新型機が話してくれる彼は元気なの。この頃はあまり会わないけど多分元気。確か人の命を救う仕事だったね。そうそう、かっこいいよな。うん、だってそれが彼の夢だから。貸せない、絶対ここから先には。いつか私たちにも紹介して。うん、いいよ。
ントラマン。あの時と同じだ。ここは一体どこだ。
はまた命を救われた。でもウルトラマンが救ったのは本当はもっと大きなものだということを僕の心はしっかり受け止めていた。巨人が作り出す戦闘用は空間、メタフィールドか。引き返してください。ここは危険だから。危険？怪物が出たんです。それに見たこともない戦闘機も。とにかく引き返して。何も見なかった。あなたたちは何も見なかった。それが現実よ。どうして昨日今のうち排除すべき。コードネームはウルトラマン。今後巨人をウルトラマンと呼称する。チェスターアルファはウルトラマンを攻撃してください。何だって？了解。ウルトラマンを攻撃します。